どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は新パックにて新カテゴリーとして登場しましたサイフレームやっていきましょう。サイフレームデッキ結構半ば強引に使っていきますんで、ご了承いただければなと、思うんですけども、なんでかっていうとですね、やっぱ強い、サイフレームのモンスターっていうかパーツが来ていないので、今のところちょっとまだそんなにメインギミックでゴリゴリ戦っていけるっていうほどのパワーはないんですよ。サイフレームで、なんですけれども、サイフレームってどういう、まあ、効果を持ってるかっていうと、まあ、基本的にはパーミッション系の効果を持っているんですよね。まあ、今パーミッション系ほぼ来てないんですけども、サイフレームギア何々っていうチューナーモンスターと、あとこのサイフレームドライバーっていうのがいて、でこれが、まあ、要するにジェネクスでいうところのジェネクスウンディーネとジェネクスコントローラーみたいな関係性で、まあこいつだったら相手が、モンスター、あちなみに自分のフィールドにモンスターが存在せずっていう発動条件があるんで、効果のこれ結構むずいんですよね。ちょっとこの辺を注意していただければなと思うんですが、サイフレームギアアルファは、相手が、モンスターを特殊召喚召喚に成功した時にこいつを特殊召喚手札からして、でデッキか、手札か墓地からサイフレームドライバーっていうのを特殊召喚できると。でこいつだったら、特殊召喚に成功した時に、サイフレームアルファ以外のサイフレームカードを手札に加えると。なんでこのサイフレームサーキットとかを手札に加えてくるっていう感じなんですが、これじゃあ出しただけで何すんのよっていう話なんですか。まあ1とレベル1とレベル6ですよね。これがサイフレームサーキットっていうフィールド魔法があると、そのサイフレームモンスターが特殊召喚に成功した場合に、その自分のフィールドのモンスターをサイフレームモンスターのみを素材としてシンクロ召喚ができますよっていうフィールド魔法なんですよ。だからこれ相手ターンにそのサイフレームギアアルファを特殊召喚して、相手ターンに7シンクロとかをしていくっていう、そういうデッキになってるんですね、サイフレームっていうのは。だからね、2枚コンボなんですよ。要は手札にサイフレームギアチューナーを抱えていながらサイフレームサーキットを発動しておくっていう必要があるんで、ちょっと難しいんですよね。コンボパーツ的には2枚なんですけども、まあ、これ2枚揃う確率って 20% ぐらいなんですよね、リンクスって。だからどうしたってむずいんですよ。なんで、まあ、ちょっとその辺を、まあ、なんとかしていくっていう、強引に使っていくっていう、そういう感じで、相手ターンに要は7シンクロができるんで、一応、まあ、発動しておけばね。だから、ブラックローズを相手ターンに出すとか、相手ターンにサイフレームロードゼータを立てるとか、こういうことができるんですよ。でこいつ光属性サイキック属レベル1なんですよね。でこれ光と闇を交換するとこっちになれるんですよ。まあ、逆もしっかりなんですけども、だからまあその辺のギミックを使って、サイキックリフレクターとアルファで、まあ、シンクロモンスターを立てながらなんとか相手を牽制して戦っていくっていう、そういうデッキになってます。でですね、光と闇の交換はスキル修正が入って1000ライフ減った後じゃないと使えないっていうスキルになってるんで、まあ、コズミックサイクロン相性がいいんですよね。コズミックサイクロンガン積みしてるのと、防御札がやっぱりどうしたってこのメインギミックですごいいっぱい使うんで、カードをちょっとね、まあ、枚数があんまり採用できないっていうのがあるんですけども、まあ、効果さん落とし穴を採用していると。あとは清掃ね、これ底なし落とし穴とかを回避できるように、そんなところですかね。まあこれサイキックリフレクターも入れるんで、結局バスビとかバスターモードもないといけないんで、結構ね、そのなんていうのかな、直接関係ないけど入れなきゃいけないみたいなカードがいっぱいあって、ちょっとねなかなか枠が取れない防御札にね、なんですけども、まあ、なんとか活躍させていきましょう。でサイフレームロードゼータを最後に説明しておきます。こいつは結構強いんですよ。相手のフィールドの特殊召喚された攻撃表示モンスターと自身を お互いに除外できる、バイバーイっていう、ね、感じで、でこの効果相手ターンでも発動ができます。だから相手のモンスターを一時的に除去できるっていう感じですね。はい、だからこれは結構強いです。まあこの効果をうまいこと使って、このシンクロモンスターたちを 2,3 体立てて並べて攻撃していくっていう、そういうデッキですね。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ヘルカイザーリョウさん、サイバー流かな、多分サイフレームサーキットを発動しておいて小ずさいセットターン終了。いやサイフレームサーキット除外だけやめて、小ずさいだけやめてサイフレームギアが召喚特殊召喚、おおすごいカード入ってんのおい、未来融合、なるほど未来オーバーか、
未来を、あの未来融合してあのオーバーフローを打つって、オーバーフローじゃない、オーバーロードを打つっていう。フィアか、フィアいっちゃっていいんじゃないかなこれで。サイフレームギアいきましょう。でこうして、でサイフレームドライバーを特殊化しましょう。で、デッキカテゴリーに加えるのが、まあ一回フィールド魔法をサーチしておいて、でサイフレームサーキットの効果発動。このカードの効果によって今特殊召喚されたモンスターを素材として新規召喚できる。そしててめえの、これ難しいな、未来融合もうざいけどね、結構これこれブラロしちゃってもいいんだよな、ぶっちゃけ。いや、まあ、ブラロは早いか、ブラロは早い気がするわ。未来融合めっちゃ未来融合めっちゃ危ねえけどな、これほっとくと結構やばそうな気がするんだけど、まあそうだと思ったわ。オーバーフローだからね、さすがにここはサイフレームロードゼータかな。スピードシーケンスアクティベート、スラスターウォームアップ、オーケー、ラウンチレディ、シンクロ召喚レベル7、サイフレームロードゼータ、よしおい強えな、おいエボリューションバースト強いな、おい。エボリューションバーストなんであれだったんだろう、あのフィールドマフだったんだろう、あれか、前は別にほっといていいみたいな話、これ。サイキックレクレーター召喚は、え、どうせあれオーバーフローでしょ、あれ多分俺オーバーフローだと思うんですよ俺。なんでバース バスタービーストで、バスタービースト効果発動していきましょうか。あれ多分オーバーフローなんで、で、はい、オッケーで、バスビー効果使っていきましょうか。そうだね。とりあえず8じゃなくてもいいんじゃないかな。一旦これあれオーバーフローやから、まあとりあえずこうでいいんじゃない。で、急進化すればいいんじゃないかな。で、レベル8、バスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターをチューニング。大地を揺るがす灼熱の号砲。今強大なる敵をうがち。全ての敵を滅せよ、新規の召喚ドラッグオンバーミリオン。うっそ、そんなカード入ってんの、ちょ、そんなカード入ってる、マジ、それマジ、それはマジか、どうしようまあでもアルファでいいか、アルファ回収しておこう。で、サイクリームロードゼータ戻して、で、一応サイクリームサーキット発動しておこう。そんなことある、そんなカード入ってんの、だってサイバルにオーバーフロー入ってんじゃん、なんで狡猾も入ってんの、くっそ、前処理するってことか、狡猾で、マジか、読み間違えていく、しっかりと、しっかりと読み間違えていく。これ一番きついのはあれだね、あのそのまま殴られるっていうパターンだね。これはもう次ブラロスっから、俺この次ブラロスっから、絶対ブラロスっから、来いブラロ、さあ来い、モンスターを召喚しろ、モンスターを召喚しろモンスター消化しろ、そのまま殴るなよ、クソ、きちょきっちいぜ、きっとろ、こっちも狡猾きたぞ、こっちも狡猾きた、こっちも狡猾きたぞ。まあ1枚はとりあえず戻し、でサイキックリフレクターを持ってきて OK で、リフレクターは召喚して OK 狡猾とかマジで、おめえは今目に物見しちゃうからな、おめえがやったんだからな、おめえが、てめえが俺を怒らした。さっきリフレクターの、ちょっと待って、さっきリフレクターの効果発動し、効果発動してバスターモードを見せつけてバスタービーストを墓地を特殊召喚していく。これさ、さすがにさ、やっぱサイフレームデッキなんだからさ、サイフレーム出すよね、サイフレームデッキなんだからサイフレーム出すよね。でレベル6、サイフレーム、じゃあサイフレームじゃねえ、サイフレームバスタービーストにサイフレームリフレクターをチューニング、スピードシークエンスアクティベート、スラスターウォームアップ、オーケー、ラウンジレディ、シンクロ召喚、カモン、サイフレームロードゼータ、よし、バトルだ、くしゃ、それ使わない、はい、よし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 、オーケー、ターンしろ、オーケー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 、未来融合されて、未来融合されて、で、なんか出てくる、なんか出てくる、ツインが出てきた、ツイン出てきた、オッケー、ツインは除外できる、いいぞいいぞいいぞ、今のところいいぞ、今のところ頑張ってるぞ
別にこれサイフレームロードゼータってある意味なかったんだよね、出すの。コア強いよ、コアは強いって。サイバーロードフュージョンの方か、オッケー、いいでしょう、いいよ、オッケー、問題ないよそれは。サイバーロードフュージョンはオッケー、除外されてもないから墓地からはいけない、バトルフェイズはオッケー、バトルフェイズいいや、バトルステップまでいいんじゃないかな。これさ、狡猾ってさ、サイバーロードされてもさ、これさ、今だって出せるのさ、出せるのマジでガスしかないでしょ多分。これとこれで撃ったところで、サイバーツインドラゴンはサイバードラゴンではないので、サイバードラゴンモンスターではないんですよ、サイバーツインドラゴンだから。サイバーロードフュージョン撃つんだ。え、これさ、出てくるのってさ、サイバーツインドラゴンって、俺これ OCG 知識で言ってるところ合ってる、これサイバーツインドラゴンってサイバードラゴンじゃないんだよ、だからランページは出ないはずですよね、それしか出ないとそれしか出ないん で決まりでコーバーしか出てこない、で2体だから1600弱え、で未来融合もどっか行った、弱え、出た。これはみんなお勉強の時間ですよ。サイバーツインドラゴンはサイバードラゴンではないんですよ。なんでかっていうと、サイバードラゴンの間にツインが入っちゃってるから。いいえ勉強になりましたね、ヘルカイザーリョウさん、あなたのデッキですよこれ。さあ、ハゲですね、よろしくお願いします。ステルさん倍純粋にハゲ、よし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 、いいぞ。リシドさん、どんなデッキなんでしょうか。リシドっていうとね、最近だと連動トラップとか、あと終わらないマナ地獄っていうスキルがありますんでね。まあなんかその陰キャ、やっぱりな、陰キャなんだよな、リシドって。だから嫌いなんだよこのハゲ、だから俺嫌いなんだよこのハゲ。コズミックサイクルちょっと早いな。サイフレームサーキット発動しましょうか。で、そうですね、とりあえずコズミックサイクロンは、まあ、セットしてもいいかな。まあ、ブラロブッパしたいね、相手ターンに。これ相手ターンブラロブッパっていうね、最強のムーブができるんで、今のところはコズミックサイクロン早いな。これさ、これみんな思うけどさ、これコズミックサイクロン早くない？これさ、なんかそのエンドフェーズでよくない？これなんですぐコズミックサイクロン発動しちゃうんだろう、こういう人って。まあとりあえずいいや、コズミックサイクロンなんもねえか。もうこれエンドサイクで、まあ、一応セットしよっか。なんかブラロブッパしたいんだけどね一応ブラロブッパするとこのコズミックサイクロンも巻き込まれてしまうっていうちょっと危険性があるんで、伏せたくない感はあるんですけども、まあ、とりあえず陰キャだわ。あー、知らぬいか、なるほど、知らぬいか。シンクロ出てきた後でいいかな、シンクロ出てきた後でいいや。サイフレームはさあ、相手ターンブラロブッパしてやるよ、相手ターンブラロしてやる。オッケー、ブラロしてね。でもね、ちなみにね、ちなみに言うんだけど、ちなみに言っとくんだけど、ブラロした後にあれですよ、ちょっと待って、これ出して、これ出して、でデッキからサイフレームドライバー出していく。オッケー、さあ新規の召喚したいな。で手札に加えるのがサイフレームサーキット、これで手札に加えてサーキットさせつつサイキットの効果を発動したい。さあ6-1で新規の召喚していくぞ。さあ相手ターンにブラックローズドラゴンだ、くらえブラックローズガイル。さあ考えております、何でしょうか。ちくしゃーちくしゃー、くっそーくっそーくっそー、こういうことあるからできれんだよな、これサイフレームロードブラロ通らず。一応ね、1枚コツはしとけっていう話もあるかもしれないですけど、まあ、2枚セットあったんでね、2枚セットでコツは早いんですよね。まあ、こうなった時にその残り1枚の方をコツ再するのが多分いいと思うんだけど、どうなんだろう今これ。だってもう1枚もさ落としたのかもしれないじゃん。で結局そしたらさ、コツは意味ないよって話になるよね。さあとりあえず6が出してきた。でバトルフェーズ入っていく、 OK、 いいだろう。バトルフェーズに入っていく、でそれはぶん殴られていく、ぶん殴られていく。小頭祭は打っても良さそうだけどな。小頭祭打ちましょう。バック除去していく。小頭祭はこういう風に使うんやぞ。カナディアか。オッケー。クソ、インキャラっけが。ですね、これスキル発動しても、ワンキルは取れないのか。ワンキルは取れない。じゃあ、別にいいんじゃない、ほっといて、これ。これほっといてよくね、これ殴られて、これ死ぬかな次、3000か。
いや、これほっといていいだろ、これ。次が、出てくるの6しか出てこないから、刀神2体出てきたところで別にそんなに痛くはない、そんなに痛くはない、大丈夫、多分大丈夫。これやっといた方がいいかな。ちょっとマジでプレイングわかんないこれさ、サイフレームギアのチューナーが これさあ、やべえ、ミスった。これあれだ、モンスターいたらダメなんだ。やべえ、ミスった。やっぱやったこれ。まあミスった、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 やばいやばいやばい、やべえ、にわかさらしてる、にわかさらしてる。26、26、これやばいか、あ、やばいかもしんない。ちょっと待って、やべえ、ミスった。あのね、ちょっと忘れてたわ、あのサイクレームギアチューナーはフィールドにモンスターがいると効果使えないんですよ。ちょっと今思い出しましたちょっとやばい、やばい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 、ちょっとやめて、ちょっと待って、一回待って、一旦たまちょ、プレミしたんだって、すまんって、待とうよ一回。いやー、嘘、何これ。あ、宮塚さん、あ、フレームやられる、フレームやられる、うわ、きつい、厳しい、それ厳しい、フレームやられるの厳しい。で、墓地新規のされる、墓地新規のされた、あ、終わったか、これ終わったわ。うわ、やった、これ完全にやった。ちょ、マジで皆さんはね、こういうミスをしないようにしましょう。あ、生きた、え、なんか生きた、なんか生きたぞ、なんでだ、なんか生きた。え、6新規の対決がさ、もしかしたらさ、あ、2体入ってないパターンかな。だってこれさ、もう1体さ、2体、2体っていうか6にあるんでしょ。8、2体入ってたら絶対今勝ってたよね、向こう。あれあれ、これさ、これさ、相手さ意外と甘えてる説ない、これ。これはさすがに甘えてるのでは。これは戻しちゃうとやばいから、あれは破壊して銃出てくる。いやー、これ難しいな、ちょっと待ってくれ。ですね、まあ、スキルは発動するのは確定だ。スキルは発動して、で、サイクレーミングアルファを戻して、リフレクター持ってくると。OK。これさっきやれっていうね。これをさっきやれっていう話。サイキックリフレクターを召喚。サイキックリフレクターの効果発動。で、バスに乗ってきて、で、バスビ効果。で、バスも持ってくる。で、これ何出すかが、あれだよね。重要だよね。これ何出す、これ。これ俺何出せばいい、これ俺何出したら勝てる、これ戻したところで結局次に2が出て、8が出てくる。どうしようかな。マジで墓所封印だ、これ。マジ墓所封印だわ。墓所封印ゲー墓所封印発動して、で、ここで一旦まあもうゼータ出すしかなくて、で、ですね、とりあえずサイフレームサーキットの効果であいつは処理はしておきましょう。一応ちょっと隠された効果が発動するわ、サイフレームサーキットの。サイフレームサーキットの隠された効果というのは、サイフレームモンスターが、戦闘を行うダメージ計算値にっていうだから、こいつを捨てることによって2500という打点をアップできるっていうね、ちょっと強い。で、知らないで除外されている、カードを戻すと墓地に。 OK、 いいだろう、ターン終了。で、次がホムラガミが出てくるんですよ。絶対に、絶対ホムラガミが出てくるんですよ。で、ホムラガミが出てきた瞬間にサイフレームロードゼータの最強効果発動します。いいだろう。でもね、問題はね、すごい問題なのは、これってさ、こいつターン1だよな。妖刀修羅の井の効果は確かターン1なんで、さすがに今、墓地に確か2枚落ちてるんですけど、まあ多分ね、1体しか出てこないんですよ。なんで多分耐えると思うんだけど、多分ね、10が出てくる。OK、いいだろう。10が出てくるのは問題はない。OK。OK。で、ホムラガミの効果発動しに、ここは持ちにするしかない。サイクリームロードゼータの効果。相手のフィールドの攻撃表示の特殊化されたモンスターを選択し、自身とその特殊化されたモンスターをゲームから除外していく。よし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 。OK。OK。よし、いいぞ。この効果少し強いぞ。これで耐える。やつはな、破壊耐性があるんだが、破壊耐性は無視して、ひたすらに除外して、抜けてダイレクトアタックしていこう。よし、よしよし、耐えた。てかさ、ホムラガミ戻した、もしかして。あれ、なんかホムラガミ戻したぞあいつ、全部戻したぞあいつ、デッキに。そんなことある、全部戻したんだけど、あの人マジか。まあでも、あ、そうかそうかそうか、そういうことか。はいはい。でもチューナーがいない、もうチューナーがいない。なるほど、チューナーがもういない。なるほど、それはワンチャンあるな。ここで俺はディスティドローすれば、ディスティドローしていく、ディスティドローしていく、スキル発動していく、光タイプの交換していく。やった、なんかやったんだけど、意味わかんないできすぎて、相手のプレミス取ったわ。俺もプレミスしたけど、サイキックリフレクターを召喚。サイキックリフレクターの効果発動。
これでバスターモード持ってきて、オッケー、なんか勝った、なんか死んねえけど勝った、サイキックリフレクターを効果発動してバスターモードを相手に見せつけて、バスタービーストを墓地より特殊召喚、よし、やった、やった、なんか勝った、激闘。さあお相手の方、武藤由紀くん、よろしくお願いします。ツエルスタンバイ。さあどんなラッキーなんでしょうか、武藤由紀くん。私の手段はなかなかいいですよ。さあここでなんかモンスターを召喚、特殊召喚していただきたい。岩戸やったの鏡、え？ちょっと待って、お前まだ生きてたんか、これやばいわ、これスピリットモンスターが戻んないよくなるわ、やばい、え？お前まだ生きとったんか、生存確認はいいけどさ、え、これモンスター効果使えないの辛すぎなんだけど、え？嘘、あ、でもワンチャン狡猾あるからいけるか、ちょっと待って、まあでも狡猾、次のターンモンスター出るのがきついから、サイキックできるのセットするか、セットして、で狡猾セットでエンドだ、こうだ、オッケー、これでいける、ちょっと待って、やばいって、やばいやばい、え、これ手段、これ突破する手段俺狡猾しかないんだけど、え、マジで言ってる、え、マジで言ってる、あ、あれか、バスタービースト素召喚だ、わあ、2体ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、強くないかな、え、これ、これガチでやばいこと起きてる、やばいって、え、これさあ、やばいって、これはこれはさすがにやばい、ちょっと待ってくださいね、まあ、スキル発動しても意味ねえな、これ、え、これ積んでない、これ俺積んでるんだけど、光と闇の交換して、でサイキックリフレクター持ってくるが、効果は使えない、効果は使えない、あれなんですよ、あれブルディなんですよ、ブルディより強いか、あいつあれなんですよ、何あいつなんて言えばいいの、なんか全部のモンスターのことを無効にしてくるんですよ、あいつ、まあよくご存知でしょうね、多分ね、皆さんもスタンバイ、やばいって、やばいって、それはガチでやべえこと起きてる、ちょっとマジでやばいって、これはちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、やたの鏡強くない、え、嘘でしょ、え、俺も組んだ方がいい、これちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、強すぎる